こんにちは、6メガです。こんにちは、あやなです。以前ロックマンダッシュを実況プレイして一つ気づいたことがある。何に気づいたのかしら？気づいたというか、うすうす思っていたことと言った方がいいかもしれない。このチャンネルを普段から視聴してくださっている視聴者さんならご存知の通り、ロックマンダッシュはフルボイスとまではいかずとも、結構な量のボイスが収録されている。それ以前までのロックマンがスーパーファミコンで展開されていたことを考えたら、たくさん喋るロックやロールちゃんといったキャラクターたちはとても新鮮に映ったかもしれないわね。このゲームの主要キャラクターの中でおそらく最もセリフの量が少ないのは、仲間キャラであるデータという猿だと思われるが、この猿役の大谷育恵さんが実は一番多くセリフをもらっているのではないかという疑惑だ。さすがに主人公やロールちゃんの方がセリフが多いんじゃないかしら？確かにボルナットやロールちゃんは、要所要所でアニメーションをして、その度に話をしてくれるのだが、大谷さんは美術館館長や足が不自由なアイラというキャラクターを演じている。前者は最初に出会った直後でいきなりボイスありでイベントが始まり、セリフを使い回すとき以外は基本的に全てフルボイスとなっている。また美術館に出入りすることができるようになると、遺跡探索で見つけたアイテムを飾れるようになるわけだが、その度に多くのセリフをボイス付きで話してくれる。美術品の数は8個あるわけだから、その度にそれなりの量のセリフも用意されている。言われてみれば大谷さんのセリフ量多いような。病院にいるアイラは美術館館長と比較すれば随分とセリフ量が少ないように思えるが、それでも最初の会話の時点でそれなりのセリフ量がある。下手すれば主人公であるボルナットやロールちゃん以上に印象に残ったプレイヤーは普通にいそうだ。美術館館長もアイラちゃんも、基本的にはモブキャラなのに、どうしてこんな特別待遇を受けたのかしら？考えられる理由としては、もったいなかったからではないだろうか？もったいなかった？この作品よりはるか未来にとある対戦格闘ゲームが出たのだが、この格闘ゲームに登場する無口どころかほぼ喋らないキャラクターは水橋かおりさんとなっている。どの媒体で見たかは忘れたが、当時シナリオライターは、せっかく水橋さんを起用したのにもったいない。という理由で、同じキャラクターの裏キャラみたいな存在を作り出し大いにセリフを与えたと聞く。公私混同じゃないかしらそれ。どこまでそれが本当なのかはわからないけどな。ロックマンダッシュ開発スタッフも同じことを思ったんじゃないか？せっかく大谷さんを起用したのに、データのわずかしかないセリフだけで終わらせるのがもったいなかったから、美術館館長とアイラちゃんにセリフを割り当てた、という感じになるのかしら？そういうことなんじゃないかと思うな。っていうかそうでもなければ、七種のモブでしかない美術館館長や、サブイベントの登場人物でしかない病院の少女に、わざわざ名前とボイスを与えたりはしないだろう。なんかスタッフの暴走という感じがしなくもないわね。結果としてロックマンダッシュは、大谷さんのお姉さんボイス、ロリボイス、男の子ボイスの3種類のボイスが楽しめるゲームになったと言えるかもしれないな。大谷さんのファンにとっては嬉しいかもしれないわね。ロックマンダッシュはプレイステーションポータブルで現在も発売中なので、気になった方はぜひとも遊んでみてね。6メガくん宣伝が露骨すぎるわ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。